北国新聞ニュースをお伝えします。輪島高校の球技大会が今日河北市内で開かれ、能登半島地震以来半年ぶりに生徒全員が集まりました。輪島高校は自衛隊車両の駐車場になっていたグラウンドが整地をしないと男子のソフトボール会場に使えず、女子のバレーボール会場だった体育館も避難所になっているため、球技大会の中止を検討しました。しかし生徒会が地震で大変な時だからこそ開催しようと提案し、河北市総合体育館に会場を移し、開催にこぎつけました。今日の球技大会はおよそ250人の全校生徒が半年ぶりに集まる機会になり、生徒たちはクラス単位のチームを作り、バレーボールを楽しみました。参加者の中には、二次避難先で暮らし、内灘高校の校舎で母校のオンライン授業を受けている生徒もいて、その一人で3年の平井朝日さんは、地震以来初めて顔を合わせる友達もいる。久しぶりにみんなと会えて嬉しいと、再会に笑顔を見せていました。バレーボール女子の PFU ブルーキャッツがワインを作ることになり、選手たちも原料に使うブドウの間引き作業に参加します。ブルーキャッツのチーム名には、今月1日からホームタウンの石川河北が加わり、地元密着をアピールしようと、特産のブドウを使ったスパークリングワイン作りに乗り出すことになりました。デラウェア種の高松ぶどうを使ったワイン製造は初めての試みで、醸造は被災地の復興を応援したいと申し出た広島県の瀬戸内醸造所が担当します。原料のぶどうは間引き作業で廃棄されるものを活用し、ブルーキャッツの選手やスタッフも作業に参加します。ワインは12月ごろに完成する予定で、ブルーキャッツは特産化を目指しています。チームでゼネラルマネージャー補佐兼事業部長を務める金子健太郎さんは、地方活性化のモデルケースとなれるよう事業を成功させたいと話しています。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞の庄札武治運動部長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いいたします。5月の大相撲夏場所で初優勝した津幡町出身の関脇大の里の祝賀パレードがおととい出身地の津幡町中心部で行われ、沿道に詰めかけた2万5000人が祝福しました。大の里は先月2日に金沢で優勝祝賀会が行われましたが、この時はふるさとの津幡を訪れることはなかったんですね。あ、はい、そうです。大の里が優勝した夏場所の後に津幡町、地元出身地を訪れるのは今回が初めてだったということです。はい、そうしたこともありまして、パレードのスタート地点となった津幡町の文化会館シグナスには、開始の4時間前の正午過ぎから町民が集まり始めました。そうですか。パレードはどういった形で行われましたか？はい、パレードは、大の里関が師匠で元横綱稀勢の里の二所ノ関親方と一緒に、シグナス前に姿を見せると、集まった観衆からは大歓声が起きまして、はい、自然と大きな拍手も起こりました。そうですか。でパレードは町役場までのおよそ1キロ30分ほどかけて行われ、大の里関を乗せたオープンカーが沿道からゆっくりと進み、沿道からの声援に手を振って笑顔で応えていました。当日はものすごく盛り上がったようですね。はい、沿道には応援や祝福メッセージを書いたプラカードや手製のうちわを持った人がそれを振って、お帰りなさい、おめでとうなどと、まあ、声援がひっきりなしに飛んでいました。はい、津幡町によりますと、パレードには町の人口の3分の2に相当するというおよそ2万5000人が沿道に集まったということです。すごいですね。
パレードに訪れた人たちからどんな声が聞かれましたか。はい、大野里関の地元である津幡町松竹の住民からは、町民や区民はいつも大野里関を応援しています、さらに上を目指してほしいと期待を寄せていました、はい、また大野里関が、小学校時代に、稽古を積んだ津幡町少年相撲教室に通う子どもからは、力強い相撲がすごいです、会えて嬉しいと目を輝かせていました、うん、大野里も集まった人たちにコメントを寄せたそうですね。あ、はい、そうですね、町役場ゴールの町役場で、まあ、集まった人たちに、挨拶しまして、はい、この思い出のある道をパレードができて感慨深いと喜んだ後、名古屋場所ではもう一度、優勝を目指して頑張りたいという決意を語りました。そうですか。さあ、その名古屋場所は14日から始まりますが、2場所連続優勝、まあ、そして大関昇進に期待が高まりますね。あ、そうですね、名古屋場所では、成績と内容によっては大関昇進の可能性もあるとされているだけに、これからの活躍にさらに期待したいところです。はい、地元から応援しましょう。はい、ここまでニュース解説、北国新聞の正札竹春運動部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。輪島朝市が明日から輪島市内の商業施設で復活し、初日は35店舗以上の参加が見込まれています。輪島朝市は明日、中心部の商業施設パワーシティ輪島ワイプラザで復活し、参加する組合員たちが地震以来初めて毎日営業を行います。朝市の店はワイプラザの中にあるスーパーとテナントエリアの間のスペースに14のテントを張り、野菜や魚介類、輪島塗りなどを販売する計画です。ワイプラザには昨日およそ40人の組合員が訪れ、営業開始に向け最終的な打ち合わせをしました。初日の明日は少なくとも35店舗が営業する予定で、輪島市朝市組合の富水長竹組合長は、朝市のおばちゃんも買い物客も笑顔になれるよう頑張りたいと話していました。ワイプラザでの朝市の営業時間は午前9時からですが、売り切れ次第終了になります。今月13日の七尾祇園祭りに向け、お囃子を担当する小中学生を対象にした初の合同練習が行われました。七尾祇園祭りは日本遺産能登の切子祭りの一つで、平安時代に始まったとされ、今年は袖ヶ江地区の8つの町会が大小の宝刀を繰り出します。宝刀を出す町会の中には林方の小中学生を指導する大人が少なくなったところもあり、今回初めて各町会合同で練習会を開きました。練習会はおととい夜、大床主神社で開かれ、およそ40人の小中学生が参加しました。子どもたちは和歌集から太鼓や鐘、笛のパートごとにテンポの取り方などを教わり、太鼓を練習した小学5年の男の子は、本番ではリズムよくかっこよく叩きたいと意気込んでいました。七尾祇園祭りは大水を通して広まる疫病を追い払おうと祈ったのが起源とされ、合同練習以後は13日の本番に向け、町会ごとにお囃子を練習します。来月22日から開催されるジャパンテントで、留学生たちが寄せ書きを行い、被災地にエールを送ることになりました。ジャパンテントの開催委員会は昨日総会を開き、今年はふるさと愛をテーマに、来月22日から4日間にわたりイベントを開催することを決めました。37回を数えるジャパンテントには、北陸新幹線の沿線地域から留学生や研修生およそ100人が参加し、初日は北国新聞赤羽ホールで歓迎セレモニーに臨んだ後、ホストファミリーと対面します。
日目と3日目は各地で自然体験や工芸体験が予定され、最終日は金沢市内のホテルでメッセージフォーラムが開かれます。今年のジャパンテントでは被災地にメッセージを届けるため、留学生たちに能登のキリコ祭りで使われるキリコ絵に似せた寄せ書きを作ってもらうことにしました。昨日の総会では開催委員会の総裁を務める長谷博知事が、復興しようという石川の姿を留学生に見てもらうことに意義があると挨拶しました。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると、金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは0120-751-114番までどうぞ。金沢ケーブルは加入相談会を行います。相談会の会場はご覧の通りです。相談会では事前に来場予約した上で、金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくと、サーティワンアイスクリームギフト券500円分をプレゼントいたします。ご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しくださいね。電話番号は0120-751-114番です。お待ちしています。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネットケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合や、ケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で30,000円キャッシュバックします。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。